治癒が良くなる、はい、でまあ本格的な断食は全然する必要はなくて、プチです。人間でも流行ってるんですけど、はい、一部の人、そうですね、男の人は8時間、はい、女の人は10時間、この時間内は食べる時間、あーなるほど、その残りの16時間、はい、女の人は、14時間、はい、ここは水だけの時間、なるほど、水だけ、はい、だから1日24時間あるうちのどっか、はい、決めて8時間、何時間何時までと、例えばお昼の12時から夜の8時までは食べると、はい、残りは水だけ、はい、だけど今24時間やってるわけだから、いきなりこれしたらさ、戸惑う、はい、だからまずは水だけの時間をさ、まず1時間作る、あ、そういうことですね、そう、2時間作る、4時間作る、だんだんにしてって、まあ、男の子8時間、女の子10時間ぐらいを食事のある時間で、その間は食事制限しない、好きなだけ食べて、食事制限しちゃうとちょっとこれはまた問題が起きてくるので、好きなだけ食べて、そうするとこれでも断食効果が得られます。血流が良くなると何が起きるかというと、老化とかさ、はい、これ慢性炎症で老化してくるわけです、はい、慢性の炎症が体に起きてきてね、はい、そうするとこの炎症って血流が良くなると少なくなってくる、そうするとアンチエイジングにもなってくる、それからやっぱ血流が良くなれば例えば飲んでる薬が効いてくるとか、そうですね、いい効果が、頭も血流が良くなれば頭が良くなるとかね、皮膚にも美肌効果があるとかね、はい、いろんないい効果があるかなと思いますんで、はい、少しない時間を作ることをちょっとやってあげると、まあ1、2週間かけて徐々にね、はい、うん、やらんとかわいそうですよね。今までです。そうですよね。24時間いつでも食べれるって感覚があるのが、いきなり8時間しかないと、体調崩しても困るので、はい、少しずつ、もしそういうの子もやっても、もしの方がじゃあ女の子かな。あ、男の子です。男です。はい、じゃあ目標8時間、はい、うん、食べる時間をね。はい、そういうふうにして、でそれにプラスタンパク質をちょっと足すということをやっていただけるといいかなと思います。